Hello everybody and welcome back to Blind Commentary of Higurashi no Nakukara ni, or Higurashi When They Cry. So it's episode 20 time, and I wonder how long this freaking chapter will be. Like, there's been so much that has already happened. It's really quite something else. Well, without further ado, let's just get on immediately with the episode. Oh god, oh my god, that really hurts my ears. Okay. Ah, I'm sorry about that slight ear rape. Ear hurting, oh. Huh?今までのお社様のたたりでも、その崎家が裏から警察に思いっきり圧力をかけたって話聞いてますから。そんな。けいちゃん、私以前お社様のたたりは村人が起こしているかもしれないって言いましたよね。つまりこの雛見沢では毎年私たちの晩にお社様のたたりとして誰かを殺しても問題にならないってことなんですよ。そんなバカな話があってたまるか。一体誰がそんなことを。親方の期待に応えようと思う者なら誰でもが犯人になりうるんだ。そして綿流しの場に行われる惨劇はお社様のたたりとして処理される。どうしてくれるんだよ。俺は全然関係ないんだぞ。どうすんだよ。どうやって責任取ってくれるんだよ。How do you take responsibility?うざいんだよ、バーカ。おかげで溶けちゃったじゃん。Oh God, that's she's cold. その崎です。村長さんは帰ってきましたか？はあ、ミオンちゃんか。片っ端から電話をかけてみたんだけど見つからないんだ。まいったな。親父のやつどこで油を売ってるのか。さっき。電話をもらった後でバッチャにも相談したんですが、宣伝団を集めて探した方がいいだろうということです。What the fudge? こんな時間にかい？それに別に行方不明になったと決まったわけでもないし。綿流しの後のことですから、少し慎重に扱った方がいいとのことです。お嬢さんがそう言ったのかい？ええ。Oh wow, Shion is freaking genius. それで見つからなければ。私もバッチャの代行ということで後でそちらに参ります。ではさあ、ペットおいしい。 What the fuck? Shion, you devious monster. Oh wow.Well, this certainly is an eye-opening chapter, really. It... Oh, wow. Oh, God. That's kind of awful. Sari, let's make it a little longer. If you answer my question, I'll make it a little longer for the tree.Oh my god, she's terrifying. だいぶ楽になると思うんですけどね。ああ、ごめんなさい。喋りたくても喋れませんね。知らないんだよ。シオンちゃん、おじいちゃんは本当に何も知らないんだ。サトシ君が生きているのか死んでいるのか、それすらも。うん。では、君ヨシケ当主の立場からのご意見はどうですか。Jesus freak. ごめんよ。別にシオンちゃんを怒らせようなんてつもりはないんだ。Shion is really freaking crazy. で、サトシ君は生きていると思いますか？
死んでいると思いますか？生きていると考えるのは難しいんじゃないかと思う。ですよね。それはおばさんを殺した罪に問われたわけじゃなく、ただ北条だったからという理由で消された。でもおば殺しの犯人は確か薬物中毒で捕まったやつだと聞いたよ。そいつももうすでに死んだとか。あれは身代わりじゃないかと思ってます。そっ、すごい。でも何のために身代わりなんか。サトシ君を鬼隠しということで失踪したままにしておきたいと思うなら、警察の捜査がいつまでも続くのは面白くなかったんじゃないかな。誰が？お嬢さん以外にできないよ。警察も欺いて身代わりを立てるなんて。おう、しおちゃん、いろいろと噂は聞いてるだろ。建設大臣の孫の誘拐事件だって。あれってやっぱり誘拐だったんですか？孫が鬼隠しになってどこだかの山奥で見つかったって話は知ってたんですけどね。あれもお嬢さんの指示だって聞いてるよ。ダム工事の中止の約束が取り付けられたんで、孫を釈放したっていうのは。おじいちゃんたち、旧同盟の幹部ならみんな知ってる。やっぱり鬼ババや御三家やダム反対同盟って大したもんだったんですね。おお、怖い怖い。で、サトシ君を鬼隠しにした実行犯は？わからない。誰がやったかは問わないのが不文律だったし。だけど人一人が殺されてその死体も出てこないなんて。まさか。Oh my god. Oh.This is just... Yeah, his body is probably down there. Oh no, my god, this is messed. Oh no, 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 oh wow.私も今からサトシ君のところへ行く。飛び降りるから、受け止めてサトシ君。ダメ、生きて、生きるの。一人で生きて何が楽しいの？私はサトシ君と一緒がいいよ。一緒にずっといたいよ。 Oh wow, this is freaking messed up.Oh god, she's driven insane by this. My god, it's impossible. Satoshi-kun, Ido no soko nan da ne. So da to omou. Soko shika nai mon. Mio wa Satoshi-kun ga korosareru toko ni wa iyawase nakatta nda ne. Moshi iyawase tara zettai ni tomete ta yo. Semete inochi dake wa tte zettai ni yuu yo.Oh my god! あれれ、みーちゃんなんだか寝不足な感じだよ。 Oh shit! 寝たの3時くらいだったね。さ、3時？おいおい、夜更かしにも限度ってもんがあるぞ。ひょっとして村長さんまだ見つかってないの？
夕べ古出神社で青年団と合流してあちこち探し回ったんだけどさ。わたっ大変だな。なんのなんの、これ式のこと。おじさん体力だけは余ってるからね。今のところ敵が接触した様子はないみたいだけど、今夜もう一度シオンから電話して話してみるか。Oh my god. さとこちゃん、She's messed up. おはようございます。みんなおはようなのです。ピパーン。かわいいよ。今日は一段と Oh god, this is...Oh, that mood is really different. Oh, what the hell is going on? Oh, my... Oh. But even though, the head of the council is not even called as a girl, as a part of the Huh. I don't even know. Probably Rithai is a devil. Yeah, very likely.I think. フルデケ投資として今回の件はどこまで知ってるの？富武たちのことですか？やっぱり一般には知られていないあの事件をちゃんと知っているあたり、フルデケ投資の肩書きはただの飾りじゃないみたいね。Of course it's not. お社様のたたりとしか言えないのです。そんなの分かってる。ならまだ終わってないよね。あと二人残ってる。その二人はどうなるか聞いてる？ねえ、聞いてるの？別にどうでもいいと思いますですよ。どうでもいいってことないでしょ。Oh my God, Rika. それじゃあけじめにならないのは分かってるよね。僕はちゃんと反省したならそれでいいと思いますです。はあ？何をひよったこと言ってるんだか。古出家はあんたも先代もつくづく甘ったるいね。西宮殿を犯した罪がどれほどの大罪か理解してないわけじゃないんでしょ。西宮殿はお社様の大切な場所なのです。勝手に入ったりとかしちゃダメなところなのです。分かってるじゃない。そこに汚れを持ち込んだんだよ、あの4人は。悪い猫さんなのです。にゃー。そうだね、悪い猫だ。2匹は捕まえてお仕置きした。あと2匹いる。にゃー。どうけじめをつけるべきだろうね。え、古出家当主さん。僕は2匹の猫さんは許してあげたいです。だからそれじゃけじめにならないって言ってんだよ。みー、けじめって言葉が僕にはよくわからないです。お社様は別に西宮殿を見られても怒らないのですよ。は？あんた何言ってんの。あの中を見ちゃダメなのは怖い道具がいっぱいあるからなのです。だから誰にも見せないようにしてあるのですよ。見た人もきっと怖かったと思います。だから反省してればもういいのです。あんたが決めることじゃないでしょ。そりゃお社様が決めること。僕はお社様の巫女ですよ。じゃあ何、あんたはお社様の声を直接聞いて確認したとでも言うわけ？こんなのが古出家の当主だとはね。まったく嘆かわしい。兄が何を怒っているのか僕にはよくわからないのですよ。すっとぼけやがって。おお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 おあと残っているのは前原圭一だけ。こいつは古出家に頼むことにする。僕は何もわからないのですよ。これで前原圭一に。 Oh my god。 こいつも鬼ババと同罪。その時は無残な目に合わせてから殺してやる。What the fuck?I'm pretty sure Shion is going to be the one who's going to, you know, gut Rika. Like we saw in that one, like, in the shrine. What the fuck? This is... It's like everything's coming together! But there are different universes. Oh my god, this is so strange.
君吉のおじいちゃん大好きだったのに、大好きな人が次々いなくなっちゃう。サトシ君、サトコが死ねばよかったのに。そうだろ、工場の家の誰かがいいな。サトシ君に寄生してサトシ君を苦しめて、べったり甘えて寄りかかって泣いてばかりいるような、あんなサトコが死ねばどんなにか。そうしたらサトシ君は悲しむだろう。自分が自由の身になりつつも心を痛めるに違いない。でも痛みは時が癒してくれる。私が癒してあげられる。そうしたら、そうしたら。お醤油を分けてもらいに来たのですよ。ああ、醤油ね。お醤油の瓶を持ってきたなのです。いいよ、私が入れてくるから待ってて。僕もジョーゴでお醤油入れるのは上手なのですよ。うん、じゃあ。あれ、足音がしない。みゆ、ああ、ごめんごめん。私の足音にぴったり合わせて遊んでる。みぱーん。あい。何のつもりだか。Sorry, I've been quiet for really. Oh my god, this is just what the. Oh, whatever. Let's continue. I'm very.好きなだけ持っていくといいよ。 What the heck? Oh yeah. Oh, hello. 痛い痛い。 Oh, hey. She's going to die. Oh! My cover! Oh no 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 no! Oh god! It's oh no no! Oh no 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 no! Oh crap! Some oh no 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 no! Oh no! Something's bad! Oh no! Oh, she has a needle! Oh no! I hate needles! Oh god! Oh my no! God! Oh no! Ah, god!Oh, okay, let's go. Yeah, we saw this already. I want to see what the hell she's saying. Oh god. Oh my god, this is so damn intense. She's going to. Oh, what?And oh god, I know what's going to happen. Okay, I know what she's going to do, so. Oh my god, what the fuck? 実に滑稽だね。笑えるよ。あんたがあとどれくらいでくたばるか見てやるよ。ああ、でもそうすると拷問する楽しみがなくなるよね。よし、決めた。じゃあ会場移そうか。楽しい楽しい地下の拷問部屋にね。シオン、what the fuck? Yeah, I knew it. おや、まだその程度の元気はあるわけだ。そうでなくちゃ面白くないよ。あんたの指に釘をたらふく打ち込む間は意識があってくれなくちゃね。
What the hell are we going to see? 残念だけど。How much are we going to see? How gory will this be? あんたの誘いは断るわ。この拷問鏡。確かにそうした方が古でて当主らしくていいよ。でもさ、そのフラフラな体でどうやって抵抗してみせるわけ？立ってるだけで。Okay, so I know what's going to happen. She's definitely just going to stick the knife into the wall and hit her head into it repeatedly. I wonder if Shion will then open her body and take him to the shrine. もう限界なくせに。そうね。あんたの言う通り、これが私の限界。でもお前なんかに拷問で殺されるくらいなら、悪いけどお先に退場させてもらうわ。退場？できるならしてごらんよ。Yeah, like this. Yeah, this is what we. God, this. はい、その時です。いつもお世話になってるでございます。王女と申します。Oh, hello, it's Satoko. ああ、サトコ。どうしたの？夜分に申し上げますように、そちらにうちのリカがお邪魔してませんこと？ああ、来てるよ。あら、まだお邪魔してますの？もう夕飯の時間ですのに。ねえ、サトコ。実はね、ちょっとおかずを作りすぎちゃってね。リカちゃんにも夕食を振る舞ってるんだよ。サトコも来なよ。サトコの分もあるからさ。でも、リカちゃんはもう食べてるよ。もうリカったら、わかりましたわ。ちょっと片付けをしてから参りますわね。では、ごめんなさい。うん、待ってるからね。This isn't the last episode of this chapter. This just is not.This is not the end. There's still one more. Oh my goodness, this never ends. 通り過ぎるのはいつもの別れ道。駆け抜けるのは暗がりの曲がり角。たどり着くのは破滅への星。My God. 日暮らしの泣く頃に目明かし編。Yeah.I knew it. あなたは信じられますか? Hello, Satoko. What should I say about this chapter? I think... Yeah, sorry I wasn't able to react all that much. I really got drawn into the story, like... Oh my god, even though it was pretty damn obvious that what was going to happen, I mean, I did actually kind of call it, but it was really...almost during it, so it's not that amazing, but... Oh, wow! Oh my gosh, this... Oh, wow. This freaking chapter just reveals so much information about everything that happened! Oh my... Oh, I...don't even like oh my god, there's only like few things that we don't know yet. I'm gonna after I have watched the rest of this season, I'm going to like make a little hypothesis video talking about everything I know and what are my theories and stuff like that, but so far we really do get a lot of information, like, everything is being revealed during this chapter, I think. We get a lot of information. I wonder what the second season will be about. The Orihigurashi no Nakukoro ni Kai. I mean, this is... Oh, wow. This... Just seeing Shion going crazy is just...
really, and they are like repeating the footage like so much that, and they're just adding something a little more since we get it from her perspective. This is, oh wow, this arc is amazing. I don't know what else to say. This arc is honestly, this arc just is really freaking amazing. I have no words to describe it otherwise. Just like, jeez. Well, I suppose that's that. I mean, sorry I didn't react or comment during the episode all that much, but you know, I hope this end, or these comments I give in the ends of the episodes are like enough. Like, I don't really want to break the flow of the episode that much because the pacing in the episodes is really, really, really good. You can't really notice how quickly the time goes by. So, I think I have also, there are like two episodes left of this arc chapter, I think. I'm not sure. That's what I think. Oh well. Okay, well, that's enough. I thank you very much for watching. I'll see you in the next episode. Have a great day. Ganmu out.